久保建英がスペインに渡る20年前、アトレティコと契約した日本人の天才少年がいた。玉野潤でした。今日の日刊スポーツに載ってたけど、アトレティコマドリードのユースに昨年の10月にスペインへ渡ったらしいけど、実力派どんなもんなの？玉野派、今季の最終戦を、本来のカデッテではなく、フベニルのチームで戦った、司令塔として先制アシストを決めるなど、白星で今季最終戦を締めくくった。公式戦通算13試合に出場し、8得点11アシストの活躍。勝利に貢献。今年は30回くらい試合をしたけど、1回も負けてないです。引き分けも何回かぐらいでほとんど勝ってますよ、と話した。その夜にリバウドが同様のゴールを決めたが、チームのみんなから、順の方がすごかった、と1週間くらい言われました、という。アトレティコマドリードのユース派、ライバルのレアルマドリードよりもレベルが高い。他にも同国リーグのエスパニョールが手を挙げた。エスパニョール派、月10万の小遣いと、年3回日本兵、往復する旅費を出す、と言ってきた。でも、サッカーが上手くなる環境を考えて、アトレティコを選びました。U16 日本代表の代表合宿に呼ばれたが、右くるぶし痛もあって、評価は低かったという。たった3日で見切られたようで悔しい。こっちで活躍して将来派代表になりたい。9月から派統治の高校に通う。遠い異国の地から代表の座を目指す。1984年、昭和59年、6月19日、東京都生まれ。小学校2年の時、あざみの FC でサッカーを始める。小4でヴェルディ川崎のジュニアチームに入り、家族は横浜から川崎に引っ越した。左足でのキック派苦手。ヘディングも、やりすぎると頭が悪くなりそう笑い、と、積極的に派練習していないという。尊敬する選手、バヤドリードの城、理由派、人間的に素晴らしいのと、スペインでプレイしているから。アトレティコマドリードユース玉野潤、16歳が、同チームと2年契約を結んだ、移籍金は2億、5000万、ペセタ、約1億5000万円に設定されている。五輪代表派こいつ選ぶべきだよ。まだ間に合うぞ、トルシエ。玉の葉日本には戻らないって言ってるけどトルシエも見に行ってみろよ。アトレティコでプロデビューすんのかなぁ。そしてヴェルディで日本デビュー。げぇ、まるで誰かさんの足跡そっくり。財前。ヴェルディを救えるのは彼しかいない。松木よ、彼を呼び戻せ。やだよ、BS の解説がつまらなくなる。日本人フォワード論争に玉野が終止符を打つような存在になってほしい。16歳か17歳でアトレティコのトップチームに出たら、それこそラウールクラス。いや、アトレティコで揉まれているのは、いい経験になるだろう。スペインでダメだったとしても、日本では十分通用すると思う。2002年は無理、本当にすごければ18歳ぐらいなら自然に出てくるよ。2年前小野と比べてどうなの？タイプが違うっつーの話で、小野より上。一つ言いたいんだが15で173センチなら問題ないんじゃないか？シャビ派170センチ。十分やれる。お前ら、先走って夢見るのやめれ。4年経って、まだ凄そうだったら、話題にしてよし。4年後は20だろ。もうどっかのトップチームに出てる。22でベルディ1969、J2 に帰還。玉野くんはフェルナンド・トーレスと同期でしょ？で、イニエスタとも同期でしょ？まあダメですね、笑い。オナコー、同じ高校ですよ、笑い。人道歴ありの玉野くんから見て、ぶっちゃけ久保くんどうですか？久保くんに対する発言は慎重に、と言われていますが、今日はスペシャルデーなので、本当に、久保くんより僕の方が上手かったですわら。実際すごかったから反応に困る、名門アトレティコユースだもんな。アトレティコのユースで2トップを張っていた2人、トーレスから結婚祝いのメッセージもらった玉野さん。
カンテラ時代にカンプノーでイニエスタと対戦した男だからな。玉の葉インタビューで、中学年代ではスペインの選手をバコバコ抜けてた。ただ16を過ぎて体格の差が出てきたら抜けなくなり、さらに技術も追いつかれ、欧州で戦えないことを痛感した、って話してた。今葉松木に次ぐ面白解説者、シュート精度の惜しさをおにぎりで例えるとは思わなかったわ、わら。勝谷のプレイの解説で時間を止めるプレイをすると言って、まさかドラゴンボールのブルドを例えに出すとは思わなかった、わら。玉野さんの経歴からフィジカルの重要性を学べ、玉野の犠牲派日本サッカーの発展に必要だったんだよ、